中村です。今日は 3D、ね、セス始まってますが、実際それ以外にも面白いところあると思うので、どこだよ。まあ、一番メインのところですよ ね、 ね、早速 LG がありますんで、まあ、3D って言われてますけども、一番注目が見たのはこの LED スリムです ね、 ね、めちゃめちゃ薄いです。これ横から見れば分かるんですけど、もうめっちゃ薄いですね。この薄型が中心に展示されてます。はい、これ W2363D ってやつなんですけども、一応あのテレビじゃないんですけども、 PC モニターで 3D 化があの実現されてるものなんです。下手くそやな。今からスカイプを搭載したテレビについてご紹介します。これ LG のサービスで、今回は LG パナソニックがこういうものを紹介しているんです。今対面に中村さんが向こうにいて、2人でこういうテレビを通して会話ができる。もちろんスカイプ同士だと電話でも無料になります。サムソンのブースです。今回やっぱり目玉だったのが、こちらの OLED の、液晶テレビですね。もう鉛筆の幅ぐらいしかないです。縦にしたらもうそれと同じぐらいになっちゃいますね。Eボードです。これはあの電子的にやってる白板なんですけども、まあ特徴的なのはやっぱり全てこのコンソールがもう Windows で揃ってる状態で、もう消したり書いたり、パワポも出したり、インターネットに接続したり、もうさまざまなことができるんですね。やっぱりあの教育現場でかなりあの使えるんじゃないかなというふうに言われており、おい、お前書くなよ個人名。違うです、9ですね。プラスチックロジックのやつですね。最新型の e-book がありますので、ちょっと見てみましょう。はい、クエじゃなくて Q です。プラスチックロジックの最新型の、e-book ですね。あの特徴はやはりかなり薄くできているのと、外側がすごく滑らかにあの作られているので、すごくあの見栄えもいい感じで、であっちの方で、まあ、実際のデモをやってるんですけども、もうサクサク動く状態でかなりいい感じですね。ただプラスチックロジックっていうのはもともと E ペーパーでグニャグニャ曲がる予定だったんですよ。これはもうハードカバーで動かない。これがもともとその先ほど言ったグニャグニャ曲がるバージョンなんですけども、これがもうあのプラスチックロジックのなんていうんですかね、あの独自性っていうことで折りたたんで本当に新聞紙みたいに持っていけるのが特徴だと思います。買う？欲しい。これは欲しいです。これは欲しい。はい、これ欲しい。あれはいらない。あれにも行ったことです。Hi, my name is Jerome Brasher, and I'm here at the CES convention with iGoogle, and this is GameCore, and we're just at Dark Woods about this. All right. How does this work? First of all, the service itself. Okay, well, what we got going on here, this is actually just a device that we're marketing today, and this is a computer controller. What it does is it controls your computer wirelessly via a radio technology, 2.4 gigahertz, about 300 feet to play with between your controller and how far your computer can be away from your TV as well. Wow. So what are you playing right now? It's called. What I'm playing right now, these are just free online games. This is a brain game. It's like something to keep my brain moving in this app. And play Facebook. Facebook and go in the chain. And do chat or whatever I want to do. Access all the information inside my computer. Very left click. And very simple to use. And like I say, the computer can be in one room. And I'm using my big screen now as my computer instead of the... Do you also sell this console too? Or? Yeah, this console right here retails for about $79.99. よし、今からインテル行きます。インテル入ってる？パパパ。これね、アバターの CM でやってるんですけど、AR を使ってます。これ実際あのおもちゃとして売ってるやつで、それについてるのがこれなんですね。これも単なる板なんですけども、これをこの機械にかざすとちょっと面白いことができるんですよ。すると、ほら映ってますよね。これちょうどロボットだと思ってます。これは何もない。ね、これあ。これを押すと、パンチしたりするんですよ。ほら、撃ったり。これ撃つと、ナイフを取り出して、刺してくる。あ、出てきたりした。これは？ほら。That's exactly what it is, it's called augmented reality.